大相撲名古屋場所13日目、ドルフィンズアリーナに衝撃が走りました。大関貴景勝が、横綱照ノ富士との一戦で敗れ、2場所連続の負け星が決定したのです。これにより、貴景勝の大関陥落が確定しました。土俵に突っ伏した瞬間、会場には静寂が広がり、ファンたちは驚きと落胆の表情を浮かべていました。この結果は、相撲界に大きな衝撃を与えるだけでなく、貴景勝自身の相撲人生の転換点となる可能性があります。そこで今回の動画では、貴景勝の大関陥落とその影響、そして彼の今後について詳しく見ていきましょう。名古屋場所13日目、貴景勝は5勝7敗で迎えた結びの一番で、横綱照ノ富士と対戦しました。立ち合いから激しくぶつかり合い、一瞬は横綱を押し込む場面も見られました。しかし、最後は照ノ富士の叩き込みに屈し、8敗目を喫することとなりました。これにより、貴景勝の2場所連続負け越しが確定し、規定により大関からの陥落が決まったのです。取組後、貴景勝は、負けは負けです。自分の相撲を取り切ることを考えていた。自分のダメなところがあるから負けたし、そこはしっかり理由がある、と厳しい表情で語りました。さらに、強い奴は大関にいるし、もしくは上に行く、弱い者が大関から落ちるべきだと思います。と、自身の現状を冷静に受け止める姿勢を見せました。貴景勝は2019年3月場所後に大関に昇進し、在位30場所目での陥落となります。これは日本出身力士としては、6場所制定着以降最速の大関昇進という記録を打ち立てただけに、より衝撃的な結果と言えるでしょう。今場所は自身9度目となる角番に臨んでいましたが、結果を出すことはできませんでした。この結果を受け、貴景勝は9月の秋場所では関脇に陥落することが決まりました。大関復帰のためには、次の秋場所で10勝以上を挙げる必要があります。しかし、貴景勝の現在の状況を考えると、これは決して容易なことではありません。長年、首や膝の慢性的な痛みに悩まされてきた貴景勝にとって、この結果は大きな転機となるかもしれません。大関陥落が決まった今、貴景勝は大きな岐路に立たされています。関脇に転落した後の選択肢としては、大きく分けて2つが考えられます。1つは関脇以下の番付で再起を図り、大関復帰を目指す道、もう1つは、引退を選択するという道です。しかし、現状を考えると、引退の可能性がより高いのではないかと多くの相撲関係者が見ています。その理由として、まず挙げられるのが貴景勝の度重なる怪我の問題です。特に首の痛みは深刻で、2024年1月場所では、頸椎症性神経根症という診断で途中休場を余儀なくされました。この症状により、右腕に力が入らないという新たな問題も浮上しています。また、膝の怪我も長年の課題となっています。2019年5月場所での右膝内側側副靭帯損傷以降、完全な回復には至っていないようです。これらの身体的な問題が、貴景勝の相撲に大きな影響を与えていることは明らかです。さらに、最近の成績不振も引退を示唆する要因の一つです。2024年1月場所では2勝2敗11休、3月場所では8勝6敗1休、5月場所は0勝2敗13休と、3場所連続で2桁勝利に届かず、休場する場所も多くなっています。特に5月場所での全休に近い成績は、彼の体調の深刻さを如実に物語っています。相撲評論家の中には、貴景勝の現状を考えると引退を真剣に考える時期に来ている。体への負担を考えれば、これ以上無理をして相撲を取り続けることは難しい、という意見も聞かれます。一方で、まだ27歳という若さを考えれば、関脇以下の番付で這い上がりを目指す道もあるという見方もあります。しかし、大関経験者には、現役名年寄り、として3年間は協会に残る特権があることを考えると、引退という選択肢がより現実味を帯びてくるのです。貴景勝の引退の可能性をさらに強く示唆する情報として、港川親方株取得の噂が浮上しています。元力士の関係者によると、貴景勝が2所の関一門の伝統ある港川の年寄り株を取得したという情報があるというのです。
港川親方の株は、二所の関一門に属する古い業績の一つであり、2023年6月30日に、元小結び大手の港川親方が退職したことで空き株となっていました。貴景勝がこの株を取得したという噂は、彼が引退後の人生設計を視野に入れ始めたのではないか、という推測を呼んでいます。現役力士が年寄り株を所有することは珍しいことではありませんが、通常はキャリアの後半や引退が近づいた時期に行われることが多いです。貴景勝はまだ27歳と若く、本来であれば相撲人生の絶頂期にあるはずです。しかし、度重なる怪我と成績不振により、彼の相撲人生は予想外の展開を見せています。そのため港川親方株取得の噂は、現在の厳しい環境に立たされた貴景勝が、自身の将来について覚悟を決めたとも見て取れます。また、親方株の不足が問題となっている現在の相撲界において、貴景勝のような実力者が早い段階で株を確保することは、将来的な相撲界の安定にも寄与する可能性があります。さらに、貴景勝自身、現在の師匠である時は山親方にとって、もらい弟子、的な存在であり、後継者としては別の力士を考えているという事情もあります。このような背景も、貴景勝が独自に親方株を取得しようと考えた理由の一つかもしれません。もしこの噂が事実であれば、貴景勝が引退を視野に入れていることは、ほぼ間違いないでしょう。親方株の取得は、相撲界での新たな人生の始まりを意味するからです。貴景勝の今後の決断を考える上で、彼の性格は重要な要素となります。貴景勝は真面目で几帳面な性格として知られており、これまでの相撲人生においても、常に冷静な判断を下してきました。過去のインタビューを振り返ると、貴景勝は常に自分の相撲に対して厳しい目を向けていることがわかります。例えば、優勝した際でも、まだまだ改善点がある、と語り、常に向上心を持ち続けていました。また、怪我に関しても、みんなどこかしら痛いから、自分だけが怪我しているわけではない。それは、何の理由にもならない、と、言い訳を一切せずに自分の力不足を認める姿勢を見せています。このような性格を考えると、貴景勝は現在の状況を冷静に分析し、最善の決断を下そうとしていると考えられます。引退という選択肢も、彼にとっては十分に検討に値するものでしょう。自身の体調や実力、そして相撲界全体のことを考えた上での決断となるはずです。また、貴景勝は相撲以外の世界にも強い関心を持っていることが知られています。以前のインタビューで、相撲以外の世界にも興味がある、と語っていたことがあります。このことから、引退後の人生設計についても、すでに具体的なビジョンを持っている可能性が高いと言えるでしょう。相撲評論家の中には、貴景勝の性格を考えると、引退という決断も十分にあり得ます。彼は常に冷静で、自分の状況を客観的に見られる力士です。もし引退を決意したとしても、それは十分に熟考した上での決断、という意見もあります。貴景勝の性格的特徴や過去の発言を総合的に考えると、彼が引退という選択肢を真剣に検討していることは十分に考えられます。そして、もし引退を選択するとしても、それは相撲界や自身の将来を見据えた上での、責任ある決断となるでしょう。もし貴景勝が引退を選択した場合、その影響は相撲界全体に及ぶことになるでしょう。まず、日本出身大関の減少という点が挙げられます。現在、日本出身の大関は貴景勝と琴桜の二人のみです。貴景勝が引退すれば、日本出身大関は琴桜一人となり、相撲界の国際化がさらに進むことになります。この状況は、相撲人気にも影響を与える可能性があります。日本相撲協会の調査によると、日本人力士の活躍は相撲人気と密接に関係しています。貴景勝のような実力者の引退は、短期的には相撲人気にマイナスの影響を与える可能性があるのです。一方で、貴景勝の引退は若手力士にとっては大きなチャンスとなります。上位陣の空席は、新たな星の台頭を促す可能性があるからです。実際、過去にも有力力士の引退後に、新たなスターが生まれた例は少なくありません。相撲界の世代交代という観点からも、貴景勝の引退は大きな意味を持ちます。彼は2014年に初土俵を踏んで以来、相撲界の中心的存在として活躍してきました。その彼の引退は、新たな時代の幕開けを象徴する出来事となるでしょう。また、
貴景勝が親方として相撲界に残る場合、それは別の形での貢献につながる可能性があります。彼の経験や知識は次世代の力士育成に大きな役割を果たすことでしょう。特に大関まで上り詰めた経験を持つ若手の親方は貴重な存在です。相撲評論家からは、貴景勝の引退は確かに一時的には相撲界にとって大きな損失、しかし長期的に見ればこれを機に新たな才能が開花する可能性もある。親方として相撲界に残れば別の形での相撲界への貢献となるという意見も聞かれます。貴景勝の大関陥落は彼個人の相撲人生の転換点であるだけでなく、相撲界全体にとっても大きな意味を持つ出来事となりました。引退の可能性が高まる中、彼の今後の動向に注目が集まっています。貴景勝がどのような決断を下すにせよ、彼がこれまで相撲界に与えてきた影響は計り知れません。日本出身力士として久々の大関昇進を果たし、多くのファンに希望と勇気を与えてきました。その功績は今後も長く語り継がれることでしょう。彼の決断が自身の将来と相撲界全体にとって最善のものとなることを願わずにはいられません。またこの出来事は相撲界の新たな時代の幕開けを象徴するものかもしれません。若手力士たちにとっては自身の力を示すチャンスとなるでしょう。相撲界全体がこの転換期をどのように乗り越え、さらなる発展を遂げていくのか、今後も注目していく必要があります。現役継続にしろ、引退決断になったとしても、貴景勝の相撲人生がファンにとって最高の時間であったことは疑う余地もないでしょう。